こんにちは、ゴロです。今日もサクッと撮っていきます。いや、久々の、お盆休みというか夏休み、久々にね、僕ちょっと2年ぶりに、のんびりしてますよ。ずっとね、ちょっと休まずに、休みの日なんかアルバイトしながらちょっとやってきたんですけど、今年ね、イタリアから帰ってきたあたりからね、ちょっとアルバイトの方もずっと行かずに、ちょっとだいぶ休日は休日でやらなくちゃいけないことが結構増えたんでね、アルバイト行かずに結構やってるんですけど、今週一応昨日今日と、一応ねお店の方お休みしてるんですけど、まあなんだかんだいろいろやることあって、昨夜というか、まあ昨夜もそうですけど、リカルドからねちょっと連絡入って、まあ今日ね実はリカルドのカミソリ、向こう今そのTVB シェービングの、パウロのね、要望で、日本カミソリをちょっとこう、イタリアで、リガルドがこう、作るっていうことでね、今やってるんですけど、それのね、最初のね、プロトモデルがね、ちょっと前に届いて、今日はね、これテスト兼ねて、これで剃っていきます。まあ、一発目のプロトタイプってことでね、とりあえずの原型、がこう、できた段階で、まあ正直言うと、まあいくつか改良点、もう早速、いくつか、まあ僕の目から見てね、いくつか改良点があるので、その辺はもうリカルドに伝えてあるんですよ。で、まあ彼からね、その僕が伝えた改良点もうさらにそれをもう、手を加えた、第2号がねもう今制作に入ってるんですけど、これはまあ最初の叩き台ですね、これね。うん、まあ正直言って、いくつかありますよ。うん、直さなくちゃいけない、細かいこと言っちゃうとねちょっと切りないんであれなんですけど、まああれです、これ N690 っていうねコバルト合金のステンレス、コバルトが含まれてる。いや、ものすごく硬いんですよ。で、いやー結構ね、研ぐの苦労しましたね。うん。まあ、前鋼なんで、こっちのこの、なんていうんですか、この、峰というか、しのぎというか、この辺なんかも、まあ、軟鉄じゃないので、削れにくいってことで、まあ、ある意味、研ぎやすいんですが、ほんとものすごい硬いんで、もうね、帰りがね、なかなか帰りは出ないし、今度帰り出ても帰り取るのもなかなか取れないし、うん、でまあ結構こう触った感じで、まあ結構いい感じだななんて思って肌で当ててみて全然剃れなかったりとかしてね、うん、結局歯の先端までね届いてないんですよ、そのぐらい硬いの。うん、だからまあ研ぐのは難しいというか、まあちょっとその独特のコツどころがあるんですけれども、研いでしまえば、いい歯がね、しっかりついてしまえば、それはね、恐ろしいぐらい鋭いですね。うん。で、もう一つ難点はね、ものすごく硬いんで、鋭くすればするほどね、歯こぼれがすごいんですよ。だから、どの程度、この先の先端のね、ラッピングで作る、その糸場的な、うん、ほとんど目に見えない範囲の、もうこうやって光に当てた時ピーッと線が入るぐらいな、そのぐらいの幅なんですけど、その糸場をねどのぐらいこうどういう角度でつけてやるかで、まあ刃こぼれがしにくい、まあとりあえずまあまあリカルドが上げてきた時にはもうほとんど刃がついてなくて、うん、で僕がまあ研ぎ直してちょっと一回、まあちょっと今日テストですこれ。うん、テストにしたらちょっとハードな条件ですよね。2週間伸ばしてましたよ、2週間。ちょうど多分2週間ぐらいだと思うんですけど。うん。本当だったらね、このぐらい伸びた状態だと、まあ一回クリッパー当ててなんていう感じなんですけど、今日ちょっと豪快にね、このままちょっとカミソリ入れてみようかなと思ってるんですよ。うん。途中で歯が止まっちゃったりとかするかもしれないけど、ちょっとどのぐらいね、うん、仕上がってるもんなのか。うん、この鋼で行くべきかどうかみたいなね、ちょっとそんなテスト兼ねて剃ってきます。今日は、アリアランドエヴァンスのね、これはモンテカルロ使ってきます。うん、いやーいいですよ、これもモンテカルロ。いやーおしゃれですね、アリアランドエヴァンスは。
もう香りがどれも、モンテカルロね、名前の通り、モナコもね、だヨーロピアンなテイストの香りですよ。ものすごく、すごくクラシカルなようで、まあ洗練されたね。まあ単純に言うと、ベチバーと、パチョリが効いてます。でもね、そんなにパチョリも強く、いいバランスですね。パチョリがそんな前に出てくるわ。まあ他にシトラス系もうまくこう配合されて、いいバランスですよ。まとまり方がすごく、すごくいい。これは絶妙だな、このパチョリとかベチバー系の、ソープというか香りの中でも。このアリアナンドエマスのモンテカルロは絶妙かもしれないですね。組み合わせが。組み合わせじゃねえ、バランスか。比率っていうんですか？香りの。いいブレンドだと思います。モンテカルロね。モナコ行ってみたいですね。モナコ。ロゴがかっこいいですよね。なんとなくイメージで ニューヨークって感じしますよね。このね、タギングっていうんですか、そんな感じのイメージのね。今日はあれですよ、シェーブボールの、下の部分、ラザリングボール。なんてことない。大きさ的にはね、なんかちょっとこじんまりしたお茶碗サイズですけど、いいですね。使いやすい。ブラシはパーカーのシルバーチップです。まあ、この間ね、イタリア行った時に、パウロのコレクションの中でシンプソンズのブラシが何本もあったんですけど、いやね、シンプソンズやっぱり、まあ名前ですよね。名前からしても、やっぱシンプソンズのブラシは1本ぐらいね、いいやつ欲しいななんて思ってましたけど、グレードというか、そう見てたらこのパーカーのね、このシルバーチップいい勝負してると思いますよ。十分。ブラシは硬いのが好きな人とね、ひたすら柔らかいのが好きな人と、まあ好みがあると思うんであれなんですけど、これはすごくソフトなタイプですね。だからどっちかというとこう押し付けて、ラザリングするというよりはこうやって塗り込んでいく感じなんだろうな。いや、こんだけ伸びるとね、ひげの生えてる向きがよくわかりますね。取っていきますか。リカルドのカミソリ。一発目いきます。リカルドもこれ刃つけられなかったですからね。刃つけたっつったんですけど、僕のとこ届いたら全然擦れる状態じゃなかったですよ。だからこれ正直言ってゼロから刃つけるのはすごく難しい鋼だと思います。だから、リカルドこれ見たらびっくりするんじゃねえか、多分。すげえ擦れるようになってるぞ、みたいな。
音が日本カプセルの音ですね。この響き具合、甲高い。ついてる。いい刃ついてるんですけどね、ちょっとキンキンすぎるんですよね。これがね、ちょっとマイルドにしたいんだよな。ちょっとキンキンすぎるな。もうちょっとね、マイルドに。これ鋼の原、これ難しいですね。鋼変わると一番いい角度っていうのは、破格っていうのはどこかっていうのはね。今後まあいろんなテストを重ねていく感じになりますね。裏じゃねえか。まあ遮光させなくてもね、このぐらいそれますから。十分でしょう。沿ってて硬さを感じるんですよね。それでいてね、遮光するとすごいなこれ。やっぱりこうするとすごいわ。ちょっと裏で。やっぱ裏っていうのはちょっと破格がね、
破線が狭いですから角度がついてると思うんですけど、やっぱ裏のがマイルドだな。やっぱこれ角度がつきすぎてんだな。鋭角すぎるんですよ。日本カーミソリと同じ形状で、この破格を仕上げちゃうと。リカルドの、ロブスターなんかそうですけど、結構鈍角ですからね。そうしないとこの幅はね、やっぱマイルドさ出てこないんだろうな。難しいですよ、このカミソリっていうのもね。鋭きゃいいってもんじゃねえし。鋭いだけじゃダメなんですよね。肌に当てた時の感触とかっていうのもありますから。それでね、ヒゲっていうすごい硬いものもそるわけですから。裏で剃るとマイルドですね。これ破格考えないといけないな。でもね、このぐらいこう遮光するといい剃り味なんだよな。いや、十分じゃないか。これこぼれてねえだろ、多分。ああ、こぼれてない。こぼれてないですね。こんだけ長いの剃ったらこぼれっかなと思ったら、ああ、全然こぼれてない。これは長切れしますよ、これ。でもね、リカルドでも刃つけらんなかったからな。全部一回僕、日本に送って僕が刃付けするってわけにもいかないしな。コストかかっちゃいますからね。まあ僕が研げばどうにかなんだろうけど。ああ、全然こぼれてねえわ。やっぱいいですね、この N690。玉鋼で全鋼で作るなんていうのはもうありえない話ですから。でも玉鋼に変わらぬなんかいい。で、まあでもね、玉鋼硬すぎるからっていう理由でね、日本の鋼は、まあ玉鋼に限らず日本の鋼はまあ硬すぎるっていうことで、こう着工させて、しなやかさ出してるってことなんですけど、だからこれもね、まあね、どういう方向に進もうかなって感じですよ。全鋼で作ったらこうなったみたいなね。まあ悪くないですよ、全然。全然悪くない悪くないけれども、ねえ、これちょっとこの動画見てる方で、日本人の方で、この辺の知識だとかいろいろ、まあ逆に興味ある人がいれば、僕このカミソリ貸し出ししますから、ぜひちょっとね、使ってみてね、改良点とかね、僕に伝えてくれると嬉しいな。そんなこと考えてますよ。みんなで作りたいななんて思ってるんで。まあ悪くはないんだけどって感じですよ。悪くはないんだけど、もうちょっとなんとか、なんかね、僕が見えてねえのかな、完成形。いやね、正直言ってね、カミソリ作って僕そんなに乗る気じゃなかったんですよ。パウロがね、作りたいって言うからね、お手伝いするぐらいな気持ちだったんですけど、いざやり始めたらね、やっぱりいろいろと
いい香りだ。これもね、モンテカルロです。名前かっこいいですよね。アフターシェーブスプラッシュ&スキンフードですよ。スキンフード、肌にいいものいっぱい入ってますよ。そんな感じで今日ちょっとリガルドのプロトモデルこいつに沿ってみました。まあね、まず形云々じゃなくてね、基本的なこうシェービングするっていう、そこのポイントに重点を置いたね、そこをまず完成させたいんですよ。デザインだろうなんだろうっていうのはその先だと思うので、もうちょっと煮詰める必要ありそうですね。まあでも気持ちよかったね、血出てないしいいですよ。一発っていうかね、ここまで反れちゃいますからね。まあとりあえずいいかなこれね。とりあえずいや、やり始めるとね、とりあえずっていうのが、やっぱ納得するところまで作りたいですね。まあそんな感じなんで、ちょっとなんか、興味ある方いれば連絡ください。僕だけの知識じゃなくてね、皆さんの知識結集して日本カミソリをちょっとイタリアで生産するっていうの面白いと思いませんか。やりましょうよ。いやでも美しいですね。美しい。まあそんな感じで、今後もちょっとリガルドのお手伝いしていきますんで、今日はねちょっと参考になったとか勝手に僕ちょっとテストをさせてもらいました。そんな感じで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。ゴロでした。